はようございます。おはようございます。広島県の子ども未来戦略担当の加納松と申します。なんすかそれ。これ具体的にどういうことをするんですか。はい、全ての子どもたちが健やかに成長して将来夢や希望を持てるようなさまざまな取り組みを行っているところです。講師は加納松由紀子先生。気になる今回のテーマとは。毎日は食べよう朝ごはん。中島さん毎日朝ごはん食べられてますか。僕はもう欠かしたことないです。ただ今日はちょっとね、抜いてきてくださいということで。はい、今日は食べられてない。だからもう全然頭回んない。ちょっともうちょっと頑張っていた。そうですよね。はい、実はですね、今朝ごはんを食べてない子どもが増えているんです。はあ、やっぱりそうですか。はい、25年度から右肩上がりに上がってまして、県内の小学校6年生のおよそ 5% 児童数で推計すると約7500人が朝ごはん食べてないっていうことになっているんです。まあ、いろんな家庭の事情、共働きだったりというのもあると思うんですけれども、はい、実はですね、ほとんどの家庭で朝ごはんをちゃんと用意されているのに食べてないっていうことが分かっているんです。マジっすか。はい、朝ごはん用意してるのにもかかわらず。はい、そうですね。なんと立ち当たりなの。その理由というのが、食欲がないとか、もう時間がなくて食べれないっていうので食べてないっていう子が多いみたいなんですね。ゲームをしたりとか、スマホが普及したりとかっていう子どもを取り巻く環境っていうのは変わってきてて、寝るのが遅くなってしまったりとか、生活習慣が乱れてて朝食べれないっていうような原因っていうのはたくさん今ある。でそれって特定の家庭じゃなくて、いろんなどんな家庭でも起こりうるもの。僕の中では漠然とやっぱ朝ごはんは抜いちゃダメだっていう、まあ純粋にお腹も少しっていう感じなんですけど、子どもたちの未来にとってはかなり重要な問題なんですか。そうですね。何が問題かっていうと、その朝食を食べてないと、はい、元気が出ないとか。いやいや、本当ね、本当出ないですよ。はい、今の僕ですよ。あと、まあ集中力が続かない。続かない。本当ですね。学力と朝食ってちょっと関係がありまして、朝ごはんを食べている子ほど学力調査の平均正答率が高いっていう傾向も出てるんです。色が濃いほど朝ごはんを食べている子ですね。頻繁に食べてるというか、はい、うね、毎日食べてて、はい、もうこんなに違います。そうなんです。食べる方が絶対いいってことですね。そうですね。そこで県では、はい、朝ごはんを食べることで生活リズムを改善してもらって、子どもの能力と可能性を高めることができるんじゃないかと考えて、朝ごはん食べることもできる環境づくりを進めているところなんです。具体的にどういう取り組みなんですか。はい、学校の敷地内で朝食を提供するというモデル事業を今やっております。で現在県内ではモデル校が2校ありまして、はい、今後も増やしていく予定ではあるんですけれども、うん、ここの府中小学校でも取り組みをしていただいております。なので中島さんもぜひ子どもたちと一緒に朝ごはんを今から食べてください。じゃあ食べに行けるんですか。はい、本当にお腹空いてる。はい、止めても行きます。あ、食べてました。モーニングビュッフェ会場。府中小学校では週1回希望する児童を対象に朝食会を開催。この日は1年生から6年生までおよそ80人が参加した。みんなほとんど食べてんじゃん。なんだよ、もう終わりじゃん。何これ。来るのが遅い。来るのが遅いの。授業してたからさっき。君ら賢いんだろうな、みんなメガネしてんじゃねえか。ここのテーブルはみんな賢いぜ。みんなじゃない。みんなじゃない。見りゃわかるよ。見りゃわかるよ。それぐらい食べろよ。自然と野菜避けるんだよ。偶然こうなったの残り方じゃねえよそれ。何？朝ごはんだから。ものすごいほっぺに米粒。超かわいいな。かわいいな。わ、久しぶりだな、取り留めのない会話。久しぶりだぜ。実は朝食に使われる主な食材は食品メーカーなどが無償で提供。
さらに地元の婦人会などのボランティアスタッフが野菜を提供し調理。地域の方が学校や市町と連携して取り組んでいる。何が嬉しいの、こうやってみんなで朝ごはん食べれることの。仲のいい友達とも、またさらに、ああそうかい、楽しいっすね、こうやってね、みんなでワイワイするのもね、うん、朝ごはん抜いた時と朝ごはん食べた時、これがちょっと違うなっていうのある。給食の時間より前だと、お腹がだけど、こうやって朝しっかり食べたらね、そうですね、授業にも集中できますね、はい、集中できると思います。この会の狙いっていうのは何なんですか。朝ごはんをこうやってみんなで楽しく食べることで、やっぱ食事の大事さですとか、あと体調の変化ですね、元気が出るとかっていうことを感じてもらって、で朝ごはんを習慣づけてもらえたらいいなと思ってます。また地域の方ともこうやって関わりが持てるので、地域ぐるみで子どもを支えているっていうきっかけになるんじゃないかと思います。